はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、抽選販売ね、本日7日から10日までね、木日、はい、今回はグラッソコルタそしてペンシルとなっております。後半ペンシルのね、後半続きいきたいと思います。12番9000円、13番も9000円、ですね、うん、楓の縮み目悪くないっすね。うん。全然普通に1枚でいいんじゃないかって思うんですけど。うん。まあ、本当、買いでも少なくなりましたね。はい。2本9000円で出します。はい。同じく9000円ですね。13番、人体桜ですね。はい。はい。何にも変ですね、神代桜。でも神代の桜って本当ないんですよ、希少なんですよ。うん、はい。で7700円、14番7700円、漆の縮み木、まあちょっとね、奥落ちるかなっていう感じですね。まあ1万円で出したいなっていうやつ。やっぱり中の方に入っていたり、まあ 100% 全部木がね入るわけではございませんので、まあどうしても比べてしまうとって思ったものをピックアップしてみました。5本あります。7700円、まずそれでもいいなって思うものもありますし、まあ漆このまま使ってもね、あのかぶれることはありません。あの漆のね、生きてる間にね、樹皮傷つけて、あの樹液が出てきて、あれが漆です。あれはさすがにね、かぶれると思うんですけどね、漆の木こうやって乾いた状態で触っても、普通だったらあのアレルギーで痒くなるということはございません。ただまあ人によってはね、本当に肌弱い人、合わない人、どんな木を触っても痒くなるとかっていう人もいますし、まあなかなかその辺はね、判断が難しい部分があるんですけど、まあ普通に使っていく分では、まあオイル仕上げもしてあります。はい、問題ないと思います。はい、15番、12000円、はい、14000円つけてたんですけども、はい、ゴールデンアカシア、オーストラリアの木でございますね。うん、12000円にしときます。まあちょっと木落ちるかな。イベントクリパの方並びにデルタさんのイベントではもう少しいいやつは持っていきます。15000円だったかな。出ております。まあゴールデンアカシア、まあマメカツル、マメカアカシア族ですね。まあハワイアンコアの代わりということで、黄色っぽいですね。ゴールデンというぐらいなんで、はい。まあリングギジーとかね、ブラック、タスマニアンブラックウッドとかね、そういうのと同じ仲間でございます。はい。こういう感じですね。はい。で16、17がアウトレット。はい。マンゴーですね。マンゴー、まあちょっとここ傷がいっ。で埋めております。インドネシアの番号です。はい。で17も、まあこれもがっつりほぼ一周ね、入り側が入っちゃって、さすがにこれは普通の傷のやつではダメだなと思って5000円に下げております。はい。そして最後ですね、最後18番、はい、カリンのコブ木、まあちょっと傷があるやつで7700円。これもカリンね、コブ木、はい、ここですね。はい、たくさん削ってる中にやっぱりこういうのが出てきます。削ったらこういうやつが出てくるのもあるし、まあ若手でも、まあもう捨てるのはもったいないのでっていう感じで削る時もございます。これちょっと大きいな。はい、これはどうだろう、ごめんなさい。こっち17番にしましょうか。17番
のアウトレット5000円のやつの方に混ぜておきます。だから5000円ですが2本になったってことですね。どっちがいくかという感じで、はい、させていただきます。はい。まあ、そこ、はい。まあ、こんな感じですね。うん。僕は悪くないんですけどね。7本になりましたね。まあ、ちょっと、どうしてもね、こういうのが出てくるんですよ。よいしょ。はい。ラスト。まあ、こんな感じです。うん、あんまりないね、傷。普通のやつに混ぜてもいいぐらいですね。まあ、でもいいか。うん。まあ、7本。18番。7700円。7本、かりんの昆布木ですね。はい。後半も、30本弱、20何本。ご紹介してきました。はい、前半と合わせてね、見ていただいて、はい、欲しいもの、どれでも構いません。何個でも構いません。まあ一人、今回の1回の抽選の中で1人1本とさせていただきます。まあたまにちょこちょこ重複してね、当たる方もいらっしゃいますが、まあ1本選んでくださいということです。ペンシルです。神経変えてほしい人、リコーラにね、当たった時にね、 0.3 に変えてください、 0.7 に変えてください、 2mm に変えてください、前もって書いておいていただければ、当たった場合ね、スタッフの方が見てできます。はい、交換してね、皆様にお送りいたします。はい、あ、そうそう、最後に固定式金具に交換して送ってくださいっていうのはやっておりません。固定式口金ですね。ごめん、金具って言っちゃったけど、ごめん、口金ですね。固定式口金は別途です。はい、基本的にはもうスライドパイプ、0.5 の場合はスライドパイプ方式で買っていただいて、固定式がいいなって思う人は別途で買っていただいて、ご自身で変えていただくようお願いいたします。それはイベントでもお店でも同じです。はい。交換して売るということはいたしません。はい。で、まあ、固定式口金が壊れました。スライドパイプも落として壊れましたっていう場合はね、口金だけで売っております。スライドパイプが欲しい人、壊れて欲しい人、固定式口金を買っていただいて、その時にごめんなさい、スライドパイプが壊れたので、スライドパイプで送ってくださいって書いていただければ、スライドパイプでお送りいたします。はい。それは、抽選販売じゃなくって、普通の販売の方ですね。はい、と時間2つに分けたのでね、ちょっと時間があるのでお話しさせていただきました。ではでは、抽選ね、当たった後にキャンセルがないよう、動画見ていただいて、注文する時にもね、何番何々って確認していただいて、ポチッとして抽選販売に参加していただければ幸いでございます。ではでは、よろしくお願いいたします。